はい、桜が咲いてますね。もう咲いてきてる状態ですね。なぜちょっともう花粉の時期なんで、ちょっと鼻水を抑えて、桜が咲いて、もうすぐここも花見の、残念だけどこういうところ花見は禁止されてます。看板にも貼ってある通り、ここでどうです、そう、めちゃくちゃ桜満開で、まあ、ねえな、浜松ね、まあ明日行けるたら行けるんやけどね、時間上の都合でいいか、それだけ。桜が満開し、お子さん連れの方はいますよ、結構。はい、こうやって桜満開してる状態すごいね。まあ多分ニュースでも桜前線特集が出ると思うんやけど、名古屋港周辺の桜満開、はい、この通りです。もう咲く時期来ましたね。素晴らしいですね。もう春が到来した。そう、逆に言うと今寒冷化と温暖化入れ替わった時期になったよ。もう去年は暖冬だった、今年は暖冬、厳冬って言うんやけど、まあどね、もう変わったってことで、ってこと、まあちなみに気象兵器やけどね、全部。はい、桜前線がね、ここも、ね、花見、残念だけどここ花見禁止です。もう決められてます。そうですね。いやあ、これすごいね。そう、もう俺知ったよ、みんな。そう、滋賀県離れるって知ったよ。そう、滋賀県決めたよ。そう、予算か、もう滋賀県離れよう、今の仕事詰め先もやめるし、もう別の場所に行こうって決めたよ。これはバックグラウンドミュージックシステム、これは大丈夫なんや。もう流してもよく出してるの、芸能、日本の芸能人の音楽、これを問題したんで、これは問題ないと思う。もし問題やったら今頃こういうところ音楽流しませんよ。どこの流しませんよ。こんなもんジャズラックが金取られるから、ジャズラックビビー俳優みたいな声で、小栗旬さんだよ、びっくりしたよ。今日ね、名古屋駅前のテロリストが、テロリストがなんかやってるよ、もう民主主義で平気やらせるのは関係ねえよ、まあ、あんな自作自演だろうが、いや、お嬢だ、関係ないってことやよ。弾圧したことは事実よ。現にアメリカの CIA、 アメリカの国務省も認めてることやから、極右も当時、まあ1950年代か1980年代安保闘争や学生闘争を弾圧したって、認めてるからね、ダンスしてたって認めた、そういうことです。こんなもんで、ね、まあ綺麗だね、本当に。匂いはこんなにしてんね、わあ、綺麗なんや。ここも場合によっては使うんやけどね。愛知の皆さん、さあ、ユアン愛知公民の皆さん、さあ、四国ね、今、むっちゃ危機的状況ね、ちょっとこう、したらどうですよ、この名工海運会社の皆さん、さあ、どうでしょう、視察したらどうですよ、それに基づいて、そう、支援策を練ったらどうですよ、さあ、支援、来てほしいんです、さあ、支援や、さあ、こういう綺麗な港湾施設を作るためにね、さあ、きれいね、さあ、そう、びっくりだ、漁船区間老朽化してたよ。国土交通省へちょっと視察しろ、あの辺りちゃんと調べてるんか、そう、海保に文句言え、背広組みたいなあんたら指導船、文民統制に戻すけば当たり前やんか、軍人ないかねえから当然やん、で、ちょっと
指揮してたぞ。うん、赤羽に行っても無理、あいつに。赤羽に、赤羽に行っても無理やって、あいつに。無理無理。何年か、何にも考え、無能なやつだね。情弱やから、あいつら。うん。さあ、自民党を批判するような顔、ラグナシア、あいつは知名度低下してもだよ。ほんで不正選挙したんや。そういうこと。うんで、ね、都合悪いけど、また民主党やん、ね。政権ができたらぶっと叩くで、もう分かってる、もうこいつらの魂胆はお見通し、どうあがおり。ちなみに名古屋は情弱じゃないか。うん、いや東京へってあっち情弱なんや。うん、たちに言うわ。さあそこです。さあ、もう気にせずやってくれ、もうほっとけ。まあね、ああ吉村ね、もうなんでマスク外すような場面あ。さあ、皆さん、もう任意と推奨にしてくれ。もう効果もないから、やめろ。言ったよ、もう。さあ、無駄だって分かったよ。さあ、無駄だって分かってきたよ。さあ、効果もない。俺でも汚染は収まらないやろ。さあ、汚染は収まらないやろ。ワクチン打っても全然効果ない。もうよしろ、言ったよ。もう一日、小池、しゃがんなってことや。もう、もう言ったわ、そういうことや。もう、聞くな、もう言ったよ。あれやん、そういうことや。うんしょ、うんよ、援護し始めて。ああ、うん、もう中止すべきだ。けん、もうそういうことや。なんで滋賀県、うん、スポーツ大会、もうオリンピック、うん、もう諦めかけたよ。もうほんでこっち大体し始めて、もうそういうことや。もうみんなせいに、もうこっちに集中しよう。もうもう言い始めたよ。もうもう始めたよ。もう終わったってことやせ。終わってもたよ。もう、はい、大騒ぎやとった。絶対処分ください。本当に。これは、言わないことや。そう。さ、海は綺麗ね。これがバックグラウンドミュージックやが大丈夫だよ。もしこれで、じゃあアウト。そういうこと。まあ、どっかが暴走式は通報するからね。もうバレる。利益残るぞ、絶対。履歴絶対残るからな。今の Google 保管してるから、うん、絶対保管してるから。保管して確かアメリカは中国の機械で、うん、かけされたはずですよ。さあさあ、履歴を保存するよ、義務化された。それは義務化されたはずだよね、確か。トランプさんの件で、うん、義務化さね、確か。おお、確かということでした。日本ではまた海を見ながら終わりです。以上です。